恥さらすくらいなら誰か息の根を止めてくれ、なぜだどうしてだなぜ誰も救いの手を差し伸べてくれない、なぜかどうしてかわからないの、自業自得よ身から出た装備よ、いいことリヒャルト、あなたの人生は人の施しでできているの、借りたお金返す気すらなく贅沢三昧の限り尽くし、また借りるのよろくに仕事もせず、みんな仕事ならしてる、トリスタンとイゾルデは完成させた、念願のニンベルグの指輪4部作も台本は書き上がってる、なーなーかること若き王はまるでお分かりでない、この国にはある議会と憲法、法の勝手では決まらないのだ、司るのはこの我ら、なんという市長の喜び、神が与えたもた甲骨と陶酔、恐るべき凶悪魔の音楽は、即刻荷物をまとめ明朝までに立ち去ること、何の冗談だ小島、しっかりしろ小島、陛下がそのような命令を下すはずが、プフォルテンの差し金だな、ブレーキ上がる、はあ、なんということを、ワーグナーを追放し戦争を許してしまった、さあ出かけましょう、私たちの理想を伝える旅へと、ライプツィヒ、ドレスデン、ドルトムント、ブレーメン、ケルン、さあ巡りましょう、エリザベート様大変です、バイエルン国王が、ルートヴィヒがどうしたの、国王のご退位が決まりました、ルートヴィヒ様をシュタルンベルク湖畔のベルク城に交流すべく警官隊を派遣、何としてでも救い出さねば、今すぐしたくなさい、バイエルンへ向かいます、はい直ちに、陛下を原発性精神障害と鑑定いたします、回復の見込みのない絶望的な病です、診察もせずによく鑑定ができたもんだな、グッテン、脳の病においては患者自身への聞き取りは当てになりません、周囲の証言が重要です、官房書記官ツイクラ、金樹ベルカ、馬蹄ホルニヒラに聞き取りを、あの時も弟の時もそうやって鑑定したのか、鑑定方法は患者によって違います、この部屋に閉じ込めて四六時中見張るというわけか、これがいつまで続く、最低1年は、ご病状によってはそれ以上の可能性、このような者たちに囲まれてか